皆さんこんにちは、グリーン TV レポーターの丹羽淳子です。今日私がやってきたのは越谷市のイオンレイクタウンという国内最大級のエコショッピングセンターということで、どんな最新のエコがここで見れるのか、エコ探検ツアーに参加してみたいと思います。行ってきます。駅直結。実はですね、このイオンレイクタウン内のエコアートであるとかエコ施設を少し30分ぐらいかけてご覧いただきます。はい、出発します。こちらの国内の商業施設では初めての設置となります。充電ステーションになります。このように充電するようになります。ちょうど携帯の充電と同じですね。こう差し込んで充電していただくようになります。でこちらはだいたい30分の充電で約8割充電できるそうです。走行距離ですと120キロぐらいですね。はい、でこれ意外とガソリンのこう持ったことありますと比べるとだいぶ重いんです。持ってみる重い、はい、どうぞ持ってみてください。はい、はいはい、隣にある黄色いのはですね、電気バイクの充電ステーションになります。はい、もうちょっと進みます。パネルはですね、このベンチの下にやはり LED 照明を入れてまして、見えるかなはい、同じく足元を照らしてくれる照明になります。でこちらのベンチちょっと座ってみてください。中心に向かって少し斜めになっているの分かりますか。はい、なんで斜めになっているか分かりますか。これ工夫があるんですけれども、座りやすい、はい実はですね、この、真ん中にちょっと植物があるんですけれども、雨が降った時に、自然に水やりができるようにということで、こちらに、はい、落ちた雨も真ん中に水が行くようにということで少し傾斜しております。で今皆さん座られたこの木ですね、木はすべて間伐材です。このステージもですね、こちらで使われているのは埼玉県の間伐材を使用しております。この皆さん持ってるスイカカード、これで、こちらでエコ活動をするとポイントが貯まるということで、今私エコ探検ツアー参加しましたので、じゃあピッとやってポイント貯めたいと思います。はい、これで、もう10スコア貯まって、はい、後でエコ商品と変えられるっていう仕組みなんですね。でこれあれですよね、電車に乗ってきたりすると、はい、そのポイントも貯まっていくと、はい、電車利用の方もポイント貯まります。いいですよね、はい、なんかこの施設の中のエコだけじゃなくって、はい、なんか自分がここに来るまでに、はい、そうやってちょっと環境に配慮するとね、はい、全体的に行動を楽したり変えていこうということで、素晴らしいグリーンスコアという取り組みをやってます。本日はエコ探検ツアーに参加していただいてありがとうございました。びっくりしましたね。なかなか普通に来た分だとわからない部分がいっぱいあって、ちょっと勉強になりました。レイクタウンにはこんないろんなことがよくあるとは全然思っていませんでした。今のところここまで大きなショッピングセンターが国内にはここということと、あとこのエコの施設も他のショッピングセンターと比べて非常に多いので、見て回ることもできるので、ぜひご来店の際にはですね、一つでもエコの施設、エコアートを見てお帰りいただきたいなと思います。
専門店さんの中でもこうエコの活動に取り組んでいたりだとかエコ商品を取り扱っている店舗さんもあるのでそういったところを紹介しながら回るコースも今ちょっと考えています。はい、エコといってもこう大きなことっていうイメージが強いと思うんですけど一人一人が小さなことをコツコツとみたいな感じで一人一人が何かこう考えて実行していこうというようなヒントになるようなエコ探検ツアーであるといいなと思っております。エコ探検ツアーに参加してみて本当に細かいことでも気を配ってエコの取り組みをやってるんだなということが分かりました。すごく感心しました。実は私あんまりこうなるべくね環境のことを考えると消費をしないように買い物をしないようにっていう生活を心がけているのでこういうショッピングセンターっていうのはちょっと苦手なんですけれどもでもこちらのショッピングセンターは人と自然に心地いいっていうことをコンセプトにさまざまな試みをしているのでなんか一日過ごしてみてもとても豊かな気持ちいい感覚を味わうことができました。ここではですね地域密着型ということで、使用済みの天ぷら油のリサイクルの活動なんかもしてるんですね。そういった、お客さん一人一人と住民一人一人としっかりコミュニケーションを取りながら、地道なそのエコアクションという、まあ、ソフトな部分でもハードな部分もそうなんですけどソフトな部分での、イオンの取り組みこれからも期待したいと思いました。ではエコショッピング行ってきます。